レキシントンはアメリカ合衆国サウスカロライナ州中央部のレキシントン郡に位置する町であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査での人口は17,870人であり、レキシントン郡では最大だった。2014年の推計では29,05人に急成長している。1735年、イギリスを常時に世紀の植民地政府が、 サウスカロライナ植民地の高地田園部に11のタウンシップを設立し、入植を奨励した。これは、低地海岸部のプランテーション地帯と、西部のインディアン部族との間に干渉地帯を設ける意味合いもあった。このタウンシップには、サクセゴータと名付けられたものがあり、トウモロコシ、小麦、タバコ、アサ、アマを栽培し、蜜楼を作り、家畜を育てて繁栄した。 アメリカ独立戦争の1781年11月16日、地域の近くでタラースプリングスの戦いが起きた。1785年、サクセコータはレキシントン軍となった。その名称はマサチューセッツ州で起きた独立戦争のレキシントンコンコードの戦いを記念したものだった。初代の軍長者はグランウィーに立てられたが、 洪水が頻発したために1820年に、軍庁舎を現在ある場所に移し、レキシントンコートハウスの町ができた。町は1861年に、レキシントン町として法人化された。1865年、北軍が町の軍庁舎や、その他多くの建物を破壊した。しかし、レコンストラクション時代後も、土地の農業や製材業が経済を安定させた。 コロンビアからオーガスタを結んだ鉄道や1890年に建設された繊維工場のおかげで街は成長した。現在街にある多くのレンガ作りの建物は1894年と1916年に起きた大化の後に建設されたものである。道路際に緊急車両が停止しているときは車の運転者がレーンを変えることを求めるムーブオーバー法は 1994年1月28日にサウスカロライナ州の救急医療隊員であるジェームズ・ D ・ガルシアが事故現場で追突されて負傷した後でレキシントンで初めて執行された。サウスカロライナ州のこの法は1996年に成立し、さらに2002年に改定された。レキシントン町内を通りオーガスタ・ハイウェイにあるマーフィー・エクスプレスガソリンスタンドが 2013年9月18日に4億ドルが当たったパワーボールを打った。このくじの賞金はアメリカ合衆国の宝くじでも5番目に高額のものとなった。2013年11月5日、当時現職だった歴シントン町長のランディハーフケアが再選を求めた選挙で調整委員のスティーブ・マクドーガルにわずか18票差で敗れた。票の数え直しが行われたが、 結果は変わらなかった。レキシントン町内では以下の建造物がアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。レキシントンのメインストリートレキシントン町は北緯33度58分52秒整形81度13分51秒北緯33.98111度整形81.23083度 33.98111-81.23083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は8.8平方マイルであり、このうち陸地8.7平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.73%である。歴ントンは、 サウスカロライナ州の州都であり、最大の都市であるコロンビアから12マイルの位置にある。歴ントンで記録された過去最低気温は1899年2月の低、下市2度である。過去最高気温は2012年6月に記録された、下市109度だった。例年、7月が最も降水量が多い。平均年間降水量は48インチである。 降雪量は2インチである。レキシントン町のの2011年、包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。12マイル離れただけの州とコロンビアの100万ドルの警官セントラルミッドランズリージョナル交通局が、レキシントン町内に入るバス便を運行しており、町内にはバス停が2カ所ある。周回高速道路、 アメリカ国土ザウスカロライナ州道レキシントンの街が急速に成長を続けているので、道路は増加した交通量をまかないようになっている。レキシントン調整委員会は2005年4月に統合交通改良計画を承認し、州と連邦政府の予算計1450万ドルの支援を受けることになった。マレーコダムレキシントンの少し北に、 サウスカロライナ州でも主要な湖の一つである、マレー湖がある。この湖水は、長さ1.7マイルあるダムで保持されており、その上を車でも自転車でも、また走ったり歩いたりもできる。このサルーダダム、別名マレーコダムは、周辺地域に電力を供給し、サウスカロライナ州ミッドランズの印になっている。このダムの歴史シントンの側には、夏の間に開かれる、水泳の場所もある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下のリストは、所在地が歴シントンになっている公立学校である。小学校、中学校、高校、歴シントン市を中心に半径15マイル以内にある自治体は以下の通りである。ありがとうございます。